ゴゾ、これでおしまいよ。あなたも家族もね。酒飲みいかにしろ。この会社にいられなくなるぞ。倉田部長を潰したくせに。七七さん、もしかしたら父さんの職場の人だったのかもしれない。このままでいいんですか。ずるいやつをおさぼらせておいちゃダメなんだ。俺はこれでこの事件を終わらせる。ようこそ我が家へ。月曜夜9時。あなたがうちに嫌がらせをしたんですよね。もう逃がしませんからね。